さあ続いてですが、こちらはですね、中国からやってきたクルーズ船です。はい、中国国内の新型コロナの水際対策が緩和され、福岡にも観光客が戻りつつあります。従来の買い物に加え、自然を満喫するなど旅行のスタイルは多様化しています。今日博多港に寄港した大型のクルーズ船。正午過ぎです。今博多港に大型クルーズ船が到着し、中国からの観光客が続々と降りてきました。やってきたのはおよそ5000人の観光客です。中国の旅行会社が企画し、大手企業のリーダーなどが参加しました。駐車場を埋め尽くすほど多くの観光バスが並んでいます。今こちらのバスはこれから大濠公園に向かうということです。用意されたバスの数は128台。福岡での滞在は夜9時までのわずか半日。鹿の島や油山などを分散して巡ります。目的地の一つは福岡市東区の免税店です。東区のアイランドアイです。こちらでもたくさんの大型のバスが止まっていまして、ここから目の前の免税店に続々とお客さんが入っていっています。買ったものを見せてもらうと、日本の納豆キナゼです。健康にとてもいいと聞いたので買いました。この免税店によると、家電や薬は引き続き人気とのことですが、消費額はコロナ前と比べ3分の1程度。中国では景気の先行きの不透明感から節約志向が高まっているといいます。その一方で、何のために来られるのか、少し傾向は変わったかと思いますが、やっぱり自然の楽しむがメインになっておりまして。旅行客が向かう先はどこなのか、ツアーに同行しました。一行が向かったのは早良区の百道浜でした。周囲を散策したり写真を撮ったりと思い思いに楽しんでいました。来たばかりですが、とても綺麗で気持ちいいですね。おととい、日本政府観光局が発表したデータによりますと、先月日本を訪れた外国人観光客の数はおよそ308万人で、月単位としては初めて300万人を突破しました。ただ、中国からの観光客はコロナ禍前の2019年に比べ7割程度にとどまっています。観光局は日本と中国を結ぶ飛行機やクルーズ船の数が不足し伸び悩んでいるものの、日本への旅行意欲は落ちていないと分析しています。福岡市も中国からの観光客を積極的に取り込みたい考えです。福岡市はやっぱり第三次産業が9割を占める都市ですので、人との交流が増えるというのが一番効果が大きいと。串田神社であったり、そういった福岡のですね、特徴的な観光資源にも行っていただいているようで、そのあたりがコロナ前と違うところでしょうか。少しでもですね、いろんな場所に福岡を楽しんでいただいて、またお越しいただければと思います。旅行のスタイルが多様化する中、福岡の街の魅力をどうアピールしていくかが旅行客を取り込む鍵となりそうです。